おはようございます。しばらく見てたけど、あなたみたいなタイプは今この状況をネタにできているかは置いておいて、本当にどう転んでも成功しません。断言します。 100% 成功の見込みなし。生涯底辺系 YouTuber、 海外難民です。今年になって妻が自動車保険がものすごく上がったと嘆いていました。自動車保険の料金の高騰は難民家だけでなく、アメリカ全体で問題になっているみたいなので、今回は詳しくお話しできたらと思います。まずこのチャンネルを長くご覧になっている方々はすでにご存知だと思いますが、アメリカは完全なる車社会です。ニューヨークシティなどの大都市に住めば車は必要ありませんが、それ以外であれば絶対に車は必要になります。僕らアメリカに住む人間にとって運転は生活の中心であり、車が壊れたり事故にあったりするとかなり生活に支障が出ます。僕の住んでいる地域では車を一人一台保有するのが一般的です。仕事の現場で同僚に車を何台保持しているか聞いてみると、だいたい4台から6台と答えます。家族を持っていると夫婦で各1台ずつ、子供の数だけ車も増えるので、夫婦プラス子供2人だと合計4台になります。どれくらい保険料が上がったのか妻に聞いてみると、去年は月額30ドル上がって、今年は月額40ドル上がったというのです。おおよそ2年前、難民家では車2台で毎月200ドルほど払っていました。今年からは2台で毎月270ドル、年間840ドル上がったことになります。この2年間で約 35% も上昇しました。だいたい既存の自動車保険が上がる原因は2つあります。事故と違反切符です。僕たちは去年一度も事故を起こしたり違反切符を切られたりしていません。気になったので先日保険会社に問い合わせてみました。保険会社曰く、僕の住んでいる地域はパンデミック後一気に人口が増えたため、車の数も一気に増えたそうです。車の数が増えると事故も増えるため、保険料が上がったそうです。以前の動画でお伝えしましたが、パンデミック中僕の住んでいる地域ではニューヨークシティから人が流れてきて人口大爆発を引き起こしました。人口の大爆発が一つの要因となり、家賃が高騰、それから病院もパンク状態で、専門医に診てもらおうとすると2、3ヶ月待ちです。とどめに自動車保険も上がるなんて想像もつきませんでした。この自動車保険高騰はアメリカ全体で問題となっています。現場に着きましたので続きは後ほどお話しします。地獄の肉体労働中、お疲れ様です。日本の恥が帰ってまいりました。自動車保険高騰の原因がいくつかありますので、
説明させていただきたいと思います。1、交通事故の増加。2019年から2020年の交通事故によって救急処置室を訪れた人は380万人。2021年の交通事故件数は610万件になってしまいました。家に帰る前、ホームディポによります。大工の仕事はハンドツールをすべて自腹で買わないといけません。ハンドツールとは金槌やテープメジャーのことです。基本的にハンドツールは壊れたり、なくしたり、盗まれたりするので、だいたい障害保証がついているものを買っています。保証がついていれば壊れた時、いつでも新しいものに変えてもらうので、僕のような金のない見習いは大助かりです。交通事故の話ですが、僕自身毎朝通勤をするときに一件二件事故を見かけるので、事故件数の増加によって保険料が上がったと言っても正直驚きません。ニューヨークの事故の状態も結構悲惨で、ひっくり返っていたり、ガードレールを越えて数メートルぶっ飛んでいたりと、一瞬アベンジャーが戦ったのかなと思うほどです。ニューヨーク州は運転マナーが本当に悪いです。怒りに任せた煽り運転、不要なクラクション、無謀なスピード違反、ブリンカーなしの車線変更など当たり前な状態です。一体警察はどこにいるのでしょうか。通勤時、狂ったアメリカ人ドライバーに何度も殺されそうになっているので、毎日震えながら通勤しています。2. 今の合法化。広告がつけられなくなるかもしれないので、ここではタイちゃんと呼ばせていただきます。ニューヨーク州では2021年からレクリエーションのためのタイちゃんが合法化されました。よって運転しながらハイになる人がかなり増えています。信号待ちの時にふわっと近くの車からタイちゃんの匂いがすることが結構あります。タイちゃんを吸ったり食べたりするとお酒と同じように運動能力が低下するので、瞬発力が低下し、事故につながっているそうです。3、ながらスマホ。日本でも同じだと思いますが、アメリカでも運転しながらスマホをいじってる人をかなり見かけます。電話とか可愛いものでなく、運転をしながら携帯を手に取り、TikTok をスクロールしています。それプラスタイちゃんを吸っていました。アメリカ人は何もかもが大胆です。妻が具合が悪いということで、僕が夕飯の支度をすることになりました。買い物に出かけます。この間コメント欄で、スーパーでどんなものが売られているのか見せろ、というお声がありました。嘘です。すごくご丁寧なコメントでした。アメリカのスーパーは無駄にでかいので、今回はお弁当コーナーのみご紹介します。こちらがメインのお弁当コーナーです。パスタ、肉、ポテトみたいな品揃いです。だいたい一品7、8ドルくらいでしょうか。ちょっと干からびたチキン、9ドル。セルフサービスのスープ、サンドイッチ類。
一応寿司もあります。また脱線しましたが、本題に戻ります。前の動画でちょろっと説明したんですが、アメリカにはクレジットスコアというシステムがあります。クレジットスコアはお金の成績表みたいなものです。ポイント制で780から850がよくできました。720点から780は合格、300から660はお前クソだなになります。クレジットスコアはローンやクレジットカードを期限通りに毎月払うと上がっていき、滞納や支払いが遅れると下がっていきます。クレジットスコアが高いとローンでお金を借りるときに安い金利で借りれたり、アパートなどの審査を通りやすくなります。実はクレジットスコアは自動車保険にも関係していまして、低いクレジットスコアを持っている人は毎月の支払いが高くなります。クレジットスコアは運転スキルや違反件数と全く関係がないので、個人的にはフェアではないかなと思っています。クレジットスコアが低いとアメリカは本当に住みにくいです。動画の最初で述べましたが、アメリカは完全な車社会のため、車に乗れなくなっても人生詰みます。僕の知り合いに23歳の時に飲酒運転をして免許を取り上げられた M さんという人がいます。 M さんは今年で35になり、自宅近くの洋服屋で働いています。地球は最低賃金です。洋服屋までは自転車20分で通勤しているそうです。実は M さんは僕のような肉体労働で組合に入りたかったのですが、免許がないので転職できないそうです。現場はコロコロ変わるし、通勤もだいたい車で1時間、物理的に車が運転できないと無理なのです。他にも転職を考えてたみたいですが、自転車で行ける範囲しか難しいとのことです。M さんは最近離婚することになり、息子の親権をめぐって戦っています。しかし車で息子の送り迎えができないため、親権争いでかなり不利になってしまっています。このようにアメリカでは車は人生でなくてはならないものと言っても過言ではありません。車を運転するためには自動車保険が絶対に必要です。物価の高騰で節約できるところが上がるのは別に構いませんが、ガソリン、保険、家、食費などの打撃はやはり大きいです。一応難民家では新しい自動車保険を検討中ですが、どこも同じような値段で困り果てています。最近は少しずつ暖かくなり、夜間のフードデリバリーが楽になってきました。しかし案件の数がかなり減った気がします。みんなお金に困っているから、レストランにデリバリーなんて頼まなくなったのでしょうか。働いても働いてもこの残高、
正直もううんざりしてきました。床屋に行かなくなって約5ヶ月が経ちました。もう散髪代プラスチップを払う必要がなくなりました。散髪後なぜか妻にまでニーハオと挨拶されます。絶望します。